非並行プロセス学研究室の月橋です。私たちの研究室では高温での、鉄鋼材料を中心とする金属材料の生産プロセス、それからそれらのリサイクリングプロセスについての研究を行っています。それでは研究の紹介をいたします。修士2年の西です。こちらで本研究室で現在主に扱っている鉄鋼生産プロセスの概要について説明します。鉄鋼の主な原料は鉄鉱石、コークス、石灰石であり、これらの原料を高炉で反応させることで鉄鉱石中の酸化鉄を還元し銑鉄を作ります。その後銑鉄に様々な成分調整を行うことで多様な特性を持つ鋼を作っていきます。本研究室では現在このような生産プロセスの中で質の低い原料をどのように有効活用するか、また鉄鋼の生産過程で生じる副産物をどのように有効利用するかなどに着目して様々な研究を行っています。こちらはサンプルを高温で保持するための電気炉です。実際の生産現場に近い条件で高温で存在していたサンプルがどのような状態になっているかを調べています。ちょうど今サンプルが炉の中に入っていますので、そちらを取り出してみましょう。修士2年の佐藤です。この実験装置は高周波誘導用回路です。コイルに高周波電流を流し、コイル内の金属試料に誘導電流を発生させて、その時のジュール熱によって試料を溶かします。この装置は試料を1600度以上まで加熱することができ、最大で2キロもの鉄を溶かすことができます。溶けた状態の鉄に脱酸剤や合金元素を添加したり、ガスを吹きつけたりして実験を行います。修士2年の片部です。こちらは誘導結合プラズマ発光分光分水装置です。プラズマで電子された元素の発光を検出することで TBB から TPM オーダーの利用元素の定量分析を行っています。炉で熱処理した固体使用はこちらになっております。酸を用いて加熱分解し、こちらの液体仕様にします。この液体仕様をこちらの装置に導入し、使用中の利用元素の定量分析を行っています。北岡、この研究室の特徴は何ですか？この研究室の特徴は研究室のメンバーの仲が良く、研究についてはもちろん研究以外のことも気軽に話せるところです。誕生日パーティーをしたり、休日を利用して研究室のメンバーで遊びに行ったりと、研究だけではない楽しみがある研究室です。野中君はどう思いますか？僕は実験装置が充実しているのが、この研究室の特徴だと思います。この研究室には1600度以上まで加熱できるロードなど大掛かりな実験装置が、たくさんあります。なかなか扱える機会のない実験装置を使って研究ができるのも、この研究室のいいところ